トラッシュバニーハウスというゲームをやっていきます。なんか YouTube とかネットで、なんかポケモンスナップのホラー版みたいな感じでなんか動画がいっぱい上がってたんで、ちょっとまあ買ってみたんですけども、ポケモンスナップじゃないやろ、どう見てもこれ。ではニューゲームやっていきましょう。まあどういったゲームかは実はあんまり知りません。何？最初からゲーム始めますか？撮影者写真のセーブデータがある場合リセットする。何これ？もういきなり、もうちょっと怖い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 。うわぁ、なんかでも、え？いや、工場つってみたいだね。随分遠かっただろう。あ、ちょっとストーリーとかあるんや、これ。クリック進める。ご存知の通り、そこで例のキャラクターの目撃情報があるんだ。そいつらを見つけて、さっさと、取ってきてくれないか。取るんや！キャラクターを。例のキャラクターを。なんだ、あの事件覚えてないのか。某遊園地の運営会社がやらかしたあの事件だ。新キャラクターのマニマトロクス製造中に原因不明の死亡事故が頻発したってやつだ。めちゃくちゃ曰くつきやん。なんでこんなとこ来てんの俺。帰ろうも。新キャラクターは徳の昔に配布されたはずなのに、昨日もこの件に関する垂れ込みがあったんだ。これは何か匂わないか。こいつなんで語尾がちょっと、なんか、これは何か匂わないか。ちょっと怖がらしてくんの。ちなみに垂れ込みをくれた人は、そのキャラクターに腕をちぎられたって言ってるよ。はは、冗談きついよ。な。うぜ。忘れないでくれよ。この件を君に一にしたのは君に期待しているからさ。もう喋り方がうざい、このテキストの速度で。それじゃあいいスクープを期待してるよ。何これ操作方法。あ、AWAS で開くやつか。ジャンプ、懐中、出た、懐中電灯が F で、インタラクトが E。まあ、その辺だけ把握しとけば大丈夫だな。ね、何これ。垂れ込みだった現場に到着して、今回のあなたの目標はできるだけ多くのスクープ写真を撮影。なるほど、スクープ。ね、こいつら危害加えてけえへんの。あ、でも待って、10ポイントとかあんねや。え？ね、これどうやって飛んだっけ？え、これは？もう早速スクープじゃん。おお。あ、すごい、ポイント入った。ははは、すげえな。その対象物があれたら自動的に取れんのか。え、でもとんでもないでスクープ取ったろうぜ。おい。来いよ。ああ！え、何こいつ？え、これ？取れへんの？いや、もうちょっとお前、目やばいって。なんで、え、今のとこいつでなんで10ポイントこ、え、しかも動いてるー。最悪やん。これスクープちゃうの、これは。え？走れ、ね、走れるってことはなんかやっぱやばいんちゃう？襲われるんちゃうの。これは？え？セーブ？何？何セーブって？もうちょ、怖い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 。さっきのでかいウサギどこ行ったん？何これ？あ、懐中電灯切れるんや。インタラクティブ。ね、これ、あっ！扉とケーブルが繋がってる。え、なにこれ。え、嘘。え、なんか、なんか俺終わったかも。やべ、終わっちゃった。ああ！お前、写真撮るだけちゃうやん、このゲーム。最悪やねんけど。え、続きができんの、これ。え、さえ、ちょ、待って、どうしたらいい？なにこれ？なに今、さっきどうなった？あ、ここで閉まったんか。扉とケーブルが繋がってるボタン、あ、出た、この網だくじみたいな。やばい、もう無理、わかんない。これ、うわー、違う！もうちょっとさ、もういいや、俺適当に押そうじゃん。もう、何回も死にまくってさ、もう適当にやればいいやん。消去法で。これあかんかったら、これあかん、真ん中あかんだろ。多分、じゃあ端っこ、これ。これ、多分これ。はい。はい。え？あはははは、惜しかった。え、じゃあ一番奥のやつや。もう、これやろ。どう考えても。え？4分の0やねんけど、あたり。もしかしたらランダムなってる？え、これ。また、出題されるもん。いや、これランダムになってる。扉とケーブルが繋がっ、
ってるボタンを押す。これでしょ。そうそうそう、もう意味わからん。しかもさっきから最低でも4択あんのに全部外してる。扉とケーブルが繋がっているボタンを押すだから、扉と、ケーブルだ。これだ。うわ、違う、ダメだ。しかもなんか今押す前になんか普通になんか時間切れしたと思う。俺絶対これ、やっぱそれやんな。だよね。うわ、さっきのデカウサギここにおる。これ、取ろう。お前、これ取らんねん。何取んねん、お前。なんでこの反応せへんの？取ったからか。なんか、ウルノーガみたいな顔。うわ、もうちょっと最悪や、もう。気持ちが悪すぎる、さすがに。気持ちが終わった。いや、終わってる、このゲーム。あと、視点もうちょっと引きで取れへん、これ。ね、この人たち何？俺、さっきのミニゲームもうクリアで。あ、取れる取れる。15ポイント。これ、得点絶対適当につけてるやん。普通、ポケモンスナップとかやったら、こう、真ん中におったらとか、ポーズとかで、ポイントが変わんねん。ね、これ。キャラクターのコスチューム制作者の日記。なぜ私がこのような目に遭わなきゃいけないんだろう。私たちの、お前たちの技術が中途半端だから、成長中にあのような事件が起きた、事故が起きた。おかげで新キャラクターの、こいつがアニマトロニクスっていうね、殺人ロボットと呼ばれるようになった。この子たちはもう、てか使う。だってもうこんな真っ赤なデザインで作ってる時点でもう おかしいから。世間にはこの子たちを処分するように発表したようだが、この会社の CEO、今より、社長だね。処分などにせずに、海外にコレクターに売る。うわぁ、もうせっかく作ってもったいないし、欲しいやつに売ったろみたいな。家族を人質に取り合って、かつて、アニマトロックスの、接続工場だったこの廃工場の管理をするように迫ってきた。CEO、めちゃくちゃやばいやつやん。この子たちを全て留守バイた後に解放してるってことだ。奴に抵抗する手段がない私は2月13日にバレンタインの前日だ。この廃工場の感謝となった。その日からしばらくの間ここに住み続けることになった。頭ないやつおる。絶対こいつの頭後から出てくるでこれ。なんかサイズとかもまちまちやねん。うわ、ちょっと待って、やばい。ねえ、もう壁と一体化してるタイプのアニマトロックスもいるわ。で、この冷蔵庫入ってるやろ、どうせ。で、これスクープでしょ？これ取ってよ。あ？何取った今？今何取った俺？この黒電話動くんかな？ああ、もう、なんかおる。なんか意味深なやつおる。やばいやばいやばいやば。やばそう。この写真何？なんかこう、左右対称な人の顔写真ってこう、無表情の。なんでこうも不気味なんやろ。お綺麗な顔されてますけど。なんかこう、不安になってくんね。めっちゃ懸垂してるこいつ。なんか筋トレ、ねえお前筋トレとかすんなよ。絶対こいつ殴りかかってくるやつやん。パワー系タイプのアニマトロックスやん。ただこいつなんかちょっと体格に恵まれたかったな、これ。ね。明らかにちっちゃいもん、他のやつより。ちょっと早く逃げよう、もう。ちっちゃい、あいつ。体ちっちゃいのコンプレックスなんだろうな。だから鍛えてんねや、多分。ね、これ。キャラクターのコスチューム制作者の日記2。この工場には処分されなかったアニマトロニクスかが大量に保管されている。そのような事実は絶対に侵入者にバレてはならない。いや、もうバレるも何も外に寄ったし。この子たちの保管室に行くにはトロッコに乗る必要があるが、トラッコにはトラップがある。まずは偽の目的地、一緒にトロッコに乗ってるこの目の色が緑色になるまで何があってもトロッコから。次にクイズシステム3問連続で正解できなければ安定されてしまう。何これ、ちょっとこれ、写メ撮った方がいいんかな。私がこの工場の感謝となった日に、2月13日、懐中電灯を切ると見せてくれるトイレのそばに立っているこの絵。ん？私の好きなテレビの上にいるこのポーズ。監視カメラある？これ動いてんの？誰がこんなところで寝んねん、お前。いや、キークルって、あ、セーブ書かれた。なにこれ、トロッコ？なんか、すごいわ、やった、遊園地みたいや。
シャットアウトした。やばいやばいやばい。あいつ大丈夫な？あー、み、ウィフレン、私たちは友達だよね。いや、友達じゃない。オン。これ、オンにしてんの、これ。あ、これか、トロッコ。取っていねえな、こいつな。いや、な、なにこれ、もう、ちょ、意味わかんない。なに、今、なに、めちゃくちゃ突進してきた。撮影ポイント。なんか、緑色にならんでもあれ、降りたらあかんとか言ってたよな。なにこれ、もう死ぬやん。やばい、あかんあかんあかん、ミキサーにかけられる。うわあ、そっか、ダメ。あ、そっか、降りちゃったんやん、俺。あ、ちょうどいいとこでセーブ書かれてるわ。え、待てよ、じゃあ一緒に乗ってるこの目の色がって言ってたから、こいつの目の色に注目や。あとはじゃあもう、これとかもう無視でいいの？こちらへどうぞ。なんか、いざなわれてるね。行きたくない。ワーニング、もう、そっちから逃げようや。もう無理な、これ。こいつの目の色注目。え？あ、これ罠やったんか。あ、これ罠だったんだ。それあんな方向行くわけないよな。あ、なにこれ。この子はもうトイレのそばにいる子が持ってた絵はどうだったか。知らん。絶対これじゃない。もう絶対これじゃない。もう分かってた。うん、分かってた。トイレにいる子？このデザインすごいわ、こいつ。2枚に出てくる、確実に。トイレのそばにいる子が持ってたね。これ、もう違うよね。お前、ちゃんと見に行こう、これ。ちゃんと見に行こうか。トイレのそばにいる子が持ってた絵。持ってた絵？これマジ苦手、この、壁と一体化してるやつ。あ、ここまで遡るんだ。いや、真っ暗。真っ暗。ちょっと待って。あ、見してくれた。あー、これだ。ありがとう。こいつ優しいやん。よし、じゃあちょっと戻ろうか。戻ろう。え、なに今、えね、今、待って、今黒電話鳴ってないけど、なにこれ、無視でいいのこれ、無視でいいよな、無視でいいよな。もう、もう一個のクイズは当てずっぽうに行こう。そのセンター試験とかでさ、この鉛筆転がしてもう4択答えるみたいなノリで行くわ。これ真ん中真ん中真ん中、これ真ん中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 ね、真ん中や、真ん中。私が工場の管理者になった日は、13、好き足す2だから、15、あぶね！お前の好きなポーズ？お前これ好きそう！お前これ違うよねなんかネプリーグみたいになってきてる、このゲーム。私の好きなテレビの上の子にいる、このポーズ。ああ、ごめん。ちょ、見に行こう。この子だ！え、俺、あっとってん？でも、離れた、開脚もどきみたいな。俺が答えた問題よりかは開脚してないから、オッケー、わかった。もうわかった。もうこれいけるわ。これ、右か2番目。これ、よし！あっしゃ、全部成功した。あとは、すかさずこのポイントも、しっかり稼いでいく。何これ。大丈夫？一旦クリアやな。やべ。降りちゃったけど、でもあのウサギの子もおらんくなっ。あ、緑になってるわ。あ、よかった。バイバイ。もう一生会うことないやろ、お前とは。ねえ、このフィギュア何これ。え、これなんか見つかったらあかんみたいな。はい。こいつなんで緑の目なの？見られたらあかんわけじゃないよな。あー、もうちょっとあかん、今放送禁止用語言いそうになった。何この目、目溶けてる。喋るタイプのアウトラピテクスもいるんだ。なんだっけ、もう名前忘れたわ。ストレージルーム。
すごいアーチを描いてる。はい。あ、これ。キャラクターのコスチューム制作者の日記さん、一度保管室に入ると、元来た道を引き返すことができない。外に繋がっているのは工場の奥になる脱出口しかない。万が一保管室に入ってしまった場合は、工場の奥と繋がる裏口の扉を開くしかない。手順は簡単で、保管室に設置してある5つのレバーを正しい順番に引けばいいやって。引くべきレバーの番号は CEO の肖像画に常に表示されるようにした。ただし、狂ったコンコたちを相手にしながら操作しなきゃならないので大変だ。ちゃんと見ておかないと、すぐに足元までやってくるぞ。嫌です。帰らしても。え、なにこれ。え、なんか来んねんけど。え、裏口のスタジオに行きそうな。はい。え、違うのこれ。なにこの博物館だ。え、違うの。あ、手順？あ、なるほど。順番があるわ。じゃあ、位置さ、ね、これたまに振りすんのやめてや、マジで。位置探さなあかん。これ2って書いてるわ。位置どこや、位置。順番に引かなあかんねんな。うわ、30ポイントや。気がつけばもう、ポイントが230ポイント。お前、これのスコアラーになれんじゃん、俺。3番なんでこんな、なんかちょっと、ミニゲームみたいにしたん？うわ、えぐ。顔くちゃくちゃなってる。お前、こんなもの世の中に売ろうとしたやつは、やっぱ気が狂ってるわ。1ってどれじゃ？あ、こいつや。CBO や。ちょっとやっぱ顔がやばいもん。頭おかしい人の顔してんもん、俺。4からってことか。4番から押しなさいってことで、今んとこ5やろ。4、ここからやな。あ、そうや。で、次5。こういう謎解きやったら、全然俺は楽しいかも。うわ、なんで！何があかんかったん？で、これ何これ？え、待って待って。4から引くんちゃん。あ、これ、実は2って書いてるのか、これ。これ。うわ、なんで意味がわからん。これ、時間制限があんのか。4押した後に、すぐに5行かなあかんのかな。いや、でも、間違ってないはず。これ、急に来るから心臓にあれ、で、次5やろ。え、なんで、もう意味わからん。なんかおる。これもしかして俺さっき、いや近づいてきてる。あいつおったっけ。あいつな、この足おったっけ。あの筋トレマンやね。ほ、いや、やっぱこいつやったんや。これめちゃめちゃむずいわ。ここのアクション多分死ぬほどむずい。で、あれ押した瞬間に、ほら、一人現れんのよ、ここに。ちびちゃんが。で、だから目を離さない。誘導せなあかんのかな？多分。近くにいると大丈夫なんか。ただ、あいつに当たって殺されたんか、もう一匹いるんか。動いてるな、やっぱ。鬼、なんていうの？あれみたいな要領で。だるまさんが転んだみたいな要領でさ。これ他におったら終わるわ。だるまさんが転んだの要領やん。1番ってどこだっけ？いや、3匹いるわ。3匹いんねんけど。無理やろ、こんなん。やばそう。ね、3匹いるって、もう挟まれた。あ、終わった。挟まれた、これ。最悪。ね、ほら。あっこから入ってきてんねやな。
これさっきの。ここ、よしよしよし。うわ、危ない。どうしよう、もう一匹いたら。うわ、なんで、なんで、もうひどすぎ。ここから出てくるやん、絶対。で、まずここを押すわけよ。で、次がもう2なの確定だから、もうここ、覚え毛でいこうぜ、完璧に。完璧、もうあいつら出てくる前にやるわ、もう。あいつら出てくる前にもう一気に行くわ。やばい、来る、来る。あ、来てる、来てる、来てる。待て。ねえ。するとここの位置がガラ空きになるから位置も押す。で、あとはここで3、2、たっぷり時間かける。オッケー、よし。あ、いけた。え、なんか開いた？あいつはもう来ないよな。囚われしウサギがいるわ。あいつらもう来ないよな。あ、なんなら帰っていく。よし、今日の仕事終わりやっつって、飲みでも行くかみたいな。飲みに行った、あいつら。ほら、帰っていくやん。え、じゃあ何、ここ出ちゃっていいってこと？なんかあいつに見られてんねんな。え、もう出ちゃっていいねんな。動いてる。なんかこういうやつが一番凶暴そう。うわ、あのチビのステージめっちゃむずかったわ。何これ、懐中電灯壊されちゃったやって。大事に持っとけよ、お前。は？最悪やん。いや、でけえのもいるわ。懐中電灯壊されたらあかんやろ、お前。制作者の日記4、下水道の先に工場の緊急停止ボタンを設置している部屋がある。しかしこの先は非常に危険だ。誤った場所に落下すると戻る手段がない。そのまま下水道で障害を負うことになる。そういえば最近、変な音がする電球があるが、何故か正しい道に繋がってしまっている。侵入者にバレたら、大変だ。変な電球？すごい。ところどころヒントくれてる、あいつ。ポイントがすでに305ポイント。変な音がする電球で。何それ。え？あ、やばそう。え、しかも今なんか一緒いなかった、誰か。ああ。あ、これやばいな。これ全部血なん。なんかやばい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 。やばいやばい、死ぬわ、これ。多分死ぬんやろうな。やべ、あ、やべ。あ、終わった。あ、生涯ここで暮らすことになるやつや、これ。ん、あのね、これはね、多分簡単やと思う。変な、違和感がある方向に行けばいいんや。え、どうするこれ、セーブ開けても、今のとこやったら。もう終わ、え、嘘、え、あ、よかった。マジで焦った。今さ、いたよな。じゃ、正解こっちなんじゃねえか。うわぁ、なにこれ、うわぁ、食われた。でも多分こっちやろ。違うんだ。これも見つかったら終わりやんな、これ。どうしたらいいんやろ。逃げれんのかな。逃げる。あ、なんだこれ。あ、え、逃げれた。来んなよ。巻き取れるんや。巻いた。うわ、これミスりたくないな。これ多分、この壊れた電球の方が正解なんじゃ？やばそう。あ、これしかも、え？あ、やばい。来るぞ、あいつ。来ないか。この壊れた電球の方が、正解やから多分。
え、何今。明らかに誘導されてるな。何これ。行き止まりだ。おい、マジかよ。まあ、バレたら、もう全力で逃げればええっていう。これ違うねん。これ、不正解ねん、これ。あ、なんだこいつ。あ、やばい。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 あ、終わった。あ、いる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 。電気の方向、絶対。来そう。嘘やろ。じゃあここか。これや、多分。うわぁ。ここで来たらもう俺アウトやないけど。もうお願い。もうクリアさせて。頼む。あ、セーブだ。あ、助かった。もうなんかもうすごい上半身ムキムキの逆三角形作ってるやん。あかん。こいつだけは敵に回してあかん。こいつだけはあかんわ。みんな。唯一敵に回してあかん男や。とりあえずセーブやったんか。接触者の日記5。緊急停止ボタンを押すと、工場とともにこの子たちは完全に仮想停止する。緊急停止ボタンがある部屋は簡単に開けないように警備ができるアニマトロニクスを配置しておいた。強いフラッシュのような光を浴びると、壊れてしまうかもしれないが、めちゃくちゃヒントこれ。そのようなものを持ってる侵入者はいないだろう。いやいやいや、待って。いやでもそっか、でも俺懐中電、いや、違う、カメラじゃん。緊急停止ボタンに触れる日が来ないことを祈るばかりだ。なぁ、つって、もうこのなんか、すごい誘導してくれてるよな。侵入者を。え、あれつ、何？え、いや、ちょっと、めちゃくちゃでかいのいるやん。何緊急停止工場って。あれ、もしかしてなんかやばい？あ、壊れちゃった。あ、やばい。あ、怖い。あ、なるほど。あ、なんか急にゲーム性変わった。あ、急にゲーム性変わった。あ、急になんかバイオハザードみたいになった。ね、急にバイオになっちゃった。え？開いたぞ、おい。開いてんけど。これクリアってことでいいの？なんだこれ。おい！会場に必要なポイント840。足りねえ。足りない。今更戻っても遅いよね。これ、あれ、あ、落ちちゃった。じゃあもうゴールしちゃって、もうゴールなんかな、これ。うわ、ショックやわ。足らんの、足らんねや、ポイント。これはやばそう。あー、なんか、あー、すんごいの来た。すんごいの来たわ。ちょっと待って、もう全力で行こう。振り返らずに押せ。うわー、怖っ。頼む、行ってくれ。押せ。おお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 、気持ちいい。あ、 You escaped って、だってランク B。 あ、やった。どうやらクリアしたらしいぞ。殺人ロボット発見か。弊社、記者、廃工場に大量存在した。昨夜 A 氏の、廃工場殺人ロボットを派遣した。そう語るのは弊社の記者である。かつて某遊園地の運営会社を運営していた、新キャラクターアニマトロニクスは製造中に死亡事故が頻発した。後に生産中止となり、全て廃棄された。しかし記者が撮影した写真には殺人ロボットの姿が複数確認できる。はー、なるほど。弊社は警察通報し、捜査室員が現場に急行した。ところが到着した頃にはロボットの姿なかった。嘘。あいつは集団でどっか行ったんぞ、これ。弊社の記者が撮影した写真について合成の疑いが浮上して、その真偽をめぐって現在も警察に捜査です。お前嘘やろ。合成扱いされてる俺があんだけ命懸けで撮った写真がひどすぎる。これバッドエンドやないかい。え、これじゃあ最後のやっぱあれポイント充填しなきゃいけないんじゃないか。どうだ、これ一発でいくわ。これ
あ、やべ、取れなかった。え、パターン違う。ねえ、みんな。パターンが違う。取ってないないかな、もうじゃあ行くか。いけ、よし、オッケー。よーし。800。あ !880 いった!よし。え、皆さん。一度やり直して、必要ポイントを貯めてきました。結構隠された写真とかあったわ、いっぱい。心霊現象が。会場できたぜ。ここになんかその新エンディングのさ、秘密があるんじゃん。何この黄金のウサギ。なんだここ。これあれか、正規、あれ、これがもしかして新エンディングなのかな。だって気に食わないよな。俺が一生懸命命がけでさ、写真撮ってきたのに全部捏造ってことされてんねんで。は?何これ。この工場を買い上げた日から何年経ったのか、最近足が悪く自力で外に出ることができなくなってきて、この会社の CEO は警察幹部を買収する用心深い男だ。裏でキャラクターを販売して証拠を差し押さえたところで揉み消すされておられている。しかしここには、揉み消すことができないほどの証拠を残してある。もしこの部屋を発見した者が外部に逃げた場合、ここにメディア関係を連れてきて欲しい。三者だともう一度も大事にすることができるはずだ。最初は来て欲しくなかった無謀な侵入者を今はここから待ち望んでいる。だからずっと誘導してくれてたんだ。で、必要ポイント1000とか言われてんけど。ねえ、何必要ポイント1000って。いや、これ、さすがに足りんってことないやろ。できる限り取ったで、俺。ランク S や。あ、でもまだまだあるわ、取れてないの。あ、CBO 逮捕されてる。あ、でもまあ、いいエンディングなんじゃない?秘密の暴露と真実の発見。で、待て。じゃあもう一個新、ガチの新エンドがあるってことや。うわぁ。ちょっと、なんかね、多分ライトつけっぱじゃ取れてない部分が、もう一回だけいきます。最初の時点で取り、あ!あー、ここに !100! え、序盤に100おったわ。こいつ、え、こいつ取ってれば。へぇー、こんなとこにおったんや。あ、じゃあ、これで、足りたんじゃ、取りこぼしなく行ってみようか。取れへんのか。戻れる。なんかでも戻ったらまずそうやな。あれ?あ、こっち行けるんや。へえ。これも怪奇現象。なるほど、意外と取りこぼしてるのが多いんやな。さあ、じゃああとは念願の、この最後のなんか、俺は強い人みたいなさ、あいつマジ一番弱いからな。あんなのっそのされてきて。よし、皆さん。あれ?コンプリートしました。多分ここまで。で、ここの空いてるやつがあの金のやつだと思うんだよね。いや、クソ大変だった。この最初のこの100ポイントのアニマトロニクスがマジで見つけるのだるかった。序盤におったわ。さあ、これで、ここの50のやつ取って、フルコンプ100,116ポイント。行くぞ、みんな。何が待ってるんだ?は?何この部屋?これ CEO の部屋か、これは。え、特になんもないんじゃね?これ。ただ大きなのっぽの古時計があるだけ?あー、この骸骨を取ることによって、フルコンプや!ね、なんかメモみたいな、ここまで来たのに。なんか読めへんの?エンディングからだけなんか、もうじゃあエンディング全てが明かされるってことか。ベッドの上乗れるな。冷蔵庫開けられへん。こいつがどういう食生活してるか見てろと思ったのに。ああ、じゃあなんもないんや。オッケー。じゃあ、もうほんまゴール行ったろか。で、もう一気に行くで。これちなみに右行ったらこの、なんか敵を避けれるけど、そしたら積むっていうのに気づいた。ボタン押さなくなって終わる。You escaped. 満点 !1240 本。プロフェッショナル。Sure.
懐かしい記事で数十年前この記事があなたの人生を変えてくれた。あなたは何度瞬間になったか勇気を持って廃工場を探索したことは今でもここに思っているはずだ。まあそれなりには。あの時写真が崖っぷちライターだったあなたを著名なライターへと導いてくれたから。あ、なるほど。このなんかスクープの きっかけに俺は売れたんだ、カメラマンとして。ちなみにさ、エンディングが多分俺の記憶だと2、3、4ってあるの。じゃあ1って何？ 1 って何？これもう一個エンディング多分あるはずなんですよ。なんでかっていうと、僕が1個目見たのが2でしょ。で、その次は3、4ってきて、1なんやねんって思ったところ、多分やけど、この、写真全部撮らないパターン。要は、記者として言ってんのにスクープ1個も撮れてへんやんけ、みたいな終わり方があるはずなんですよ。で、これね、最後のやつだけ撮らなあかんやんか。でもこれ写真捨てれるんですよ。だから、これ写真全捨てして、全く何の成果も持ち帰らずに終わったらどうなるんかっていうのをちょっと検証していくわ。それがもう最後のエンディングなんじゃねえかな。で、ここも一気にも行っちゃうと。さあ、これでクリアです。このゲーム本気出したらマジで3分ぐらいクリアできるから。総合得点0、ランク C どうなる。あ、やっぱり1だ。エンディング1、ロストインダークネス。今朝8時頃 X 出版の記者が廃工場への製造物侵入要求ただ理不尽すぎる。記者は容疑を認めており、昨晩まるまる XS 出版から依頼を受けて入ったと報告しているが、XX 出版はその依頼を一切してないとして裏切られてるし。X 出版に裏切られた。最悪のエンディングだよ、これ。はい。ということで。いやー、トラッシュバニーハウスおもろかったわ。ちょっとエンディング1の終わり方がひどすぎたんで、建物侵入して帰ってきて、逮捕されるって本当に、衝撃的な最後でしたね。では、またいつかお会いしましょう。さよなら。